身代わり屋ダミーマンの矢神拓司。身代わりの人なんだよね。今日はこいつになりきってもらえますか。催眠術の練習台になってほしいんです。その記憶が戻ったら俺はお前に殺されるかもしれん。こんなこと続けてたら俺本当の自分からどんどん遠ざかっていくような気がするんですよ。